今日は2022年度個人株主増加数ランキング第10位のエネオスホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。第11位だった日本特殊陶業に続けて2022年度個人株主増加数ランキングにランクインした銘柄の株価見通し解説をお届けしていきます。いよいよこのランキングもトップ10の発表ということになりますけれども、ランキング10位はエネオスホールディングスです。エネオスホールディングスに投資する魅力は何といっても安定した高利回りの配当金収入が得られることです。さらに足元の原油高と円安を追い風に株価も右肩上がりの上昇を遂げてきています。エネオスホールディングスの株価といえば400円台というのが定番だったんですけども、今や株価は600円台になっています。そんな個人投資家に引き続き人気のエネオスホールディングスの今後の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはエネオスホールディングスのビジネスモデルを紹介します。エネオスホールディングスは2017年に石油精製元売り最大手の JX ホールディングスと東年ゼネラル石油が経営統合して発足しました。2020年6月から現在のエネオスホールディングスに社名変更しています。エネオスホールディングスはエネルギー事業のエネオス、石油天然ガス開発事業の JX 石油開発、金属事業の JX 金属が事業の3本柱となっています。国内石油元売り最大手のエネオスホールディングスなんですけども、世界的な脱炭素化への流れへの対応を進めています。現在2040年にカーボンニュートラルの達成を目標に掲げています。そして2021年10月には再生可能エネルギーの発電事業を手掛ける JRE を買収しました。石油元売り大手による再生可能エネルギーの新興企業の大型買収は初めてのケースです。再生可能エネルギー分野への本格参戦に動いたということになります。直近の代では子会社の JX 金属を分離して新規株式公開に向けた準備を始めると発表しています。 JX 金属は銅鉱山の開発や銅関連製品、半導体回路の形成に使う金属薄膜材料などを手掛けています。金属薄膜材料は世界シェア6割、プリント基板向け先端品は世界シェア8割を占めています。グループの収益の柱として期待されていたんですけども、銅価格の市況に左右されるため収益の変動が大きい点が課題でした。1990年代から繰り返してきた給油再編の総仕上げという位置づけで、再編過程で得た金属事業をスピンオフさせることによって再生可能エネルギーや水素を軸とした事業構造の転換を急ぐ方針です。世界では急速に脱炭素に舵を切る動きが進んでおりまして、オイルメジャーは巨額の投資を行って構造転換を急いでいます。エネオスも環境メジャーに転身することによって生き残りをかけています。また EV 向けの充電サービスエネオスチャージプラスを開始しました。国内の EV 普及に向けて政府は2030年までに急速充電器を3万機、普通充電器を12万機に増やす計画を立てています。経路充電、目的地充電を対象としたサービスを手掛けまして、9月5日からは NEC 日本通運と共同で EV トラックの普及拡大に向けた経路充電の実証実験を福岡県内で開始しています。続いてエネオスホールディングスの直近の決算内容を解説します。2024年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、売上高は3兆2183億2000万円前年同期比 9.5% 減、営業利益は940億500万円前年同期比 71.1% 減、純利益は458億200万円前年同期比 79.3% 減となっています。減収減益ではあるんですけども、エネオスホールディングスが業績指標とする在庫影響を除いた実質の営業利益はエネルギー事業の増益を主因に 7% 増の1249億円としています。エネルギーセグメントは原油価格が期初の1バレル84ドルから下落したことで、石油製品販売価格の下落や金属価格の下落を受けて減収となりました。石油天然ガス開発セグメントは原油天然ガスの生産量が一部プロジェクトにおける減退、定期修繕に伴う操業停止の影響などで前年同期に比べて減少、営業利益は前年同期比で20億円の減益となっています。金属セグメントは半導体材料事業で民生用電子デバイスの需要が減少、それに伴う各サプライチェーンにおける在庫調整を主因に減益となりました。
2024年3月期通期の見通しについては減収増益の見通しでして、年間配当金は2020年3月期以降続いている22円の安定配当が続く見込みです。続いてエネオスホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、コロナショック以降長らく300円台での株価推移が続いていたんですけども、2021年の春先にはちょうど1年ほどかけてコロナショック前の水準まで戻してきました。その後は決算発表ごとに株価が急落するような場面があったんですけども、2018年を除く、10年来のですね、高値圏を一度つけた後、現在は昨年来高値の580円も超えて久しぶりの600円台に乗せてきています。エネオスホールディングスの本日の割値は631円90銭で、年間配当金は22円を予定しています。よって配当利回りは 3.4% となります。ちなみにエネオスホールディングスは株の集大成度を行っていません。脱炭素に向けて動き出したエネオスホールディングスではあるんですけれども、ただ業績についてはまだまだ原油価格の相場に左右されやすいのが現状でして、こちらエネオスホールディングスの株価チャート、そして WTI の原油のですね ETF のチャート、赤と青でですね今年1年間比較していただきますと、原油価格、一時こう乖離する場面はあるんですけども、ほぼほぼ原油価格の動きに連動している形ですので、今少し異常な上がり方をですね8月後半からしているようには見えるんですけれども、原油価格もそれだけ上がっていますので、異常な上がり方とは言い難く裏付けのある動きと言えます。株価は久しぶりの600円台ということで上昇基調なんですけども、現在の株価水準で PER が 10.6 倍、 PBR も 0.6 倍となっていまして、特に PBR 0.6 倍というのは東証が要請する PBR 1倍台までかなり開きがあります。保有する権益の価値上昇分が株価に十分織り込まれていないという声も上がっておりまして、株価上昇に向けた株主還元策など何らかあるのではと期待させる部分もあります。現在配当利回りは 3.4% ということですから、一時の高利回りではなくなったものの、配当利回りは高配当株の部類でもありますし、下値もそういった配当利回りが下値抵抗性になるということで限定的という状況だと思います。直近急ピッチで上昇した分、原油価格が下落に転じますと株価も再び500円台に調整してくる可能性もあるとは思うんですけども、以前のような400円台まで下がることはないように思います。足元の原油高や円安傾向を考えますと、中間決算で通期業績の上方修正をしてくる可能性もありますので、これまで決算発表を機に大きく動いてきた銘柄でもあることを考えますと、内容次第では2018年以来の900円台を目指していく展開もありえそうです。目先は原油相場など市況の影響を業績的にも株価的にも受けやすい環境ですので、原油価格を横目に見ながら売買のタイミングを検討するのがいいと思います。目先は原油相場など市況の影響を業績的にも株価的にも受けやすい環境ですので、原油価格を横目に見ながら売買のタイミングを検討するのがいいと思います。続いてエネオスホールディングスの今後の懸念材料についてお話します。懸念材料は商品市況の変動リスクです。エネオスホールディングスは石油製品、石油化学製品、金属製品などの販売を行っていると同時に、これらの原料となる原油、銅鉱石などの鉱物の購入を行っています。アメリカの景気動向や中国の景気、ロシアへの経済制裁など、世界のエネルギー価格はこの先も乱高下する可能性は十分にあります。製油所のさらなる統廃合や給油所の多角化という事業の構造転換が引き続き課題と言えそうです。今日のまとめということなんですけども、エネオスホールディングスは足元の原油高や円安傾向を受けまして、株価は大きく上昇を遂げてきています。この状況が続くようであれば、中間決算で通期業績の上方修正の可能性というのも期待できそうです。決算発表を機に上にも下にも大きく動く銘柄という特徴がありますので、目先は原油価格の動向を見ながら売買タイミングを図るようにしていきましょう。今日は2022年度個人株主増加数ランキング第10位のエネオスホールディングスの株価見通しについてお話ししました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。